んにちは、じゅんです。今日はケイズカメイドに来ています。こちらでなんとあのモーニング娘。さんの現役アイドルの方がクラブ選びをしているということで、今回取材させていただくことになりました。よろしくお願いします。早速行っていきたいと思います。エリポン今、はい、ドライバーちょっと悩んでるとか、まあ、変えたいというふうに聞いたんですけど、うん、まあ、今のドライバーの悩みとかどういうふうにしたい、どういう球が打ちたいとかっていう希望とかはあるんですか？私は基本的にそのボールの高さというかドライバーを打った時にもうアイアンを打った時に結構高めに出てしまうんですね。だからそうなるとやっぱりキャリーは出てもランが出ないっていうことが多いので、うん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 、結構ボールを低めに打てるようにしたいなっていうふうに思って、そしたらランの分が伸びたりとか、結構ドラコンの大会とかでも、うんうんうん、あのやっぱりキャリーが出てもランが伸びなくて、で距離が出ないってことが多いので、そこが悩みですかね。なるほど、どうですか？深いっす。だからレベルがすごい高いから。確かに、確かに。もうこれシャフトメーカーさんの社長さん呼びましょう。あ、そうですね、はい、早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、どうも、グラビティの原田でございます。今回、生田さんにですね新しいシャフトを用意しました。今までと何が違うかと、とにかく軽い、なおかつよくしなる、なのでもう優しく球を飛ばすことができると。でなおかつヘッドもですね、生田さんが今球が高いんで低い球を打ちたいということでですね、そのシャフトに、合うようなヘッドで球を低く打ち出せるような、そういうヘッドをつけたクラブをいろいろと用意しましたので、それを一通り打ってもらって生田さんにより合うものをですね今日は選んでもらいたいと思って、最新のモデルをご用意しました。すごい、好き、そういう最新とかそういうの大好き。はい、最新です、はい、嬉しい。いいですね、ちょっと早速。そうですね、早速打ってもらった方がいいですかね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今までのドライバーを、はい、一旦打ってもらってもいいですか？こちらです。今は何を使ってるんですか？今もワクチンさんのやつ使ってるんですけど、ヘッドの角度が 9.5 度。あ、結構でも厳しめなね。そう、なんか私はこれをその普通に使ってるだけなんですけど、はい、9.5 度って聞くと、え、そんなクラブ使ってるの、うん、っていうのはすごく言われます。そうですよね、はい、それでも結構高い球が、そうなんですよ、出るんです。すごいヘッドスピードが速いんですよね、うん、そう、ヘッドスピードが40ぐらいあるので。すごい、負けそう。負けちゃうかもしれない。負けないでしょ。だから、はい、でもこれでもまあまあ距離は出てるんですよ、はい、でもやっぱ高く上がっちゃうので、ちょっと一回見せますね、はい、お願いします。よいしょ、よいしょ、こんな感じですかね。おー、すごい、すごい力強いですね。そう、でもなんかキャリーがランが短すぎるかなって、そのドライバーにしては、うん、だからもうちょっとちゃんと打てるクラブ欲しいなと思って。かわいいんですか？社長、社長お願いします。社長、助けマン来ました。はい、これが最新のワクチンのシャフトで、ご用意しましたので、まず何も見ないでですね、そのままもう打ってもらえれば確実に今までのものとは違いが
反応も出ると思いますので、まずお試しください。普通にやればいいんですか？普通でいいです。はい、いきます。おお、え、音良くなりませんでした？音すごい。おお、音がすごい良くなった。しかもめっちゃしなって、もう一回音。おお、ナイス、真ん中。おー、飛んでる。すごい。え、全然これは慣れればもっと飛びますね。え、一瞬で全然変わりましたね。高さ変わりました。うん、高さ低いんですよ。はい、確実に。もう一発、もっとゆっくり打ってもらったらもっといけると思います。もうちょっと。はい、ナイス。ナイス、すごい。おーおー、めっちゃ飛んでる。どうです打ち心地は？なんかやっぱりドライバーって音が高いとすごく気持ちよく打てる、うん、それになんかすごい芯に当たった感じの音がするからなおさら気持ちいいですよね。そして飛んでますしね。これ欲しいな、うん、でまだ次があるんですよね。まだいろいろあるので。まあ、今回ドライバーですけど、はい、その他にもあのアイアン、あのウェッジとかそういうのも用意してるので、ね、全部用意してあります。じゃあこれがベストなセッティング、うん、あのベストなシャフトを用意したつもりです。柔らかいでしょ、すごくこうね、こうカメラで見てもらっても分かると思うんですよ。私すごく軽いんですね、うん、あれで見ても前よりも確実にランも出てますし、トータルもあれさっきと比べると多分17ヤードぐらい飛んでると思うので、別にこれはあの深さに合ってると思います。はい、よいしょ、うん、オッケー。おお、ナイスショット。ナイスショット。すごい、めっちゃ飛んでます。でもやっぱりその初めて使うクラブとかってなるとやっぱり慣れない部分とかもあるじゃないですか。だからその前使ってたクラブは使い続けててあれだったけど、このクラブは使い始めがこれだからいきなりですね。そう、なんか伸びしろがある気がする。でもドライバー飛ぶと言って結構気持ちいいですし、気持ちいいし、あとが楽じゃないですか。そうですね、結構ありますね。私も結構最近は5番とか得意なので、そのドライバーで5番ウッドのちょうどいい距離に合わせるっていうのをよくするんですよ。それで2オンを狙ったりとかっていうことがすごく多いので、考えて。これでさ、次5番ウッドです。ドライバーはすごいいいってことか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、5番ウッドお願いします。今5番ウッドは私あの999円の5番ウッド使ってるんですよ。999円。はい、水野さんのやつなんですけど、もう片落ち品で、はい、そのゴルフを始めたての時に買って999円で売ってて、新品で。へえ。それを今でも使ってるから多分7、8年ぐらい使ってる。5番ウッドの悩みみたいなのは今のところは、うん、そうですね。でもなんか5番ウッド結構ウッドとかユーティリティーって、はい、トップ しちゃいがちというか、だからそのトップしないようにちょっと重めの方がいいのかなと思います。今のよりも。はい、なるほど。でもちょっとこれはもう、うん、いきます。はい、うわ、すごい。ナイスショ。え、めっちゃ、いや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 、ドライバーすごい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 。すごくないですか。うん、バッチリ。え、これはバッチリですよ。シャフト力半端ないです。すごい、すごい。これ高さもすごいいいと思います。うん、綺麗。おお、ナイスショット。ナイスショット。イエーイ。え、すごくないですか。そうなの、私5番ウッド得意なんですよ。てか、エリポンがうますぎ。激うます。激うます。すごい。でも普通は一発目には当たらないんだよね、基本的に。確かに、なんでもそれがピタッとハマるっていうのはもうそれがもうどんズバリ合ってる。よし、じゃあこれももらいましょう。それももうゲットです。絶対ゲットです。はい、絶対ゲットです。ドライバーと5番って相当距離なんですよ。うん、次は続いてユーティリティ。ユーティリティは嫌いな
です。苦手です。はい。でも今回生田さんに合わせてシャフトもシャフトなので、多分苦手意識がないくらい打てると思いますよ。緊張しますか。もうすごい嫌そう。出るじゃん、全然。全然打てる。そう。しかも結構ナイスショット。これでも女性のドライバーの飛距離ですよ。うん、すごい。今苦手だからずっとボールを見るってちゃんと意識しました。え、でもすごい。いや全然苦手な感じはないですけど。本当ですか。はい、これ武器になるんだ。ナイスショット。いや素晴らしい。150ヤード。めっちゃすごい。ありがとうございます。え、どうですか、苦手な USB。 あ、得意かもしれない。得意かもしれない。すごい。なんか今まであったミスショットがあんまりない感じがします。今までどんなミスだったの。よくトップしちゃったペコってやつですね。トップ上、はい。で、もう本当に3ヤードとかのことが結構あるので、リスクを負うよりも10ヤードも20ヤードも先に飛ばしたいので、でもそれだったら全然、全然ちょっと重みがあるから打てる。重いですね、ヘッドがすごく重い分、シャフトが軽いので打ちやすいのかなと思う。感覚が完璧にタイミング合ってるしね。もうバッチリ生田さんに合うものを仕立ててきたので、はい、ある種もう自信作なんですよ。はい、ごめんなさい。はい、間違いに、はい、持ち帰っていただいて結構です。はい、やった、はい、ありがとうございます。で、女性は一般的に苦手な7番アイアン、ちょっとお試してください。私がそのちっちゃい頃からやってるゴルフ教室では7番アイアンしか最初持たせてもらえなくて、なのでなんか7番アイアンが苦手な人が多いっていう意識があまりなくて。なるほど。めっちゃうまいですよ。やば。嘘。すごい。めっちゃうまいですよ。いやこれはちょっとすごい。球も上がる。これはちょっとこれはすごい。いいっすよ、ナイスですよ。多分、すごい。この今の感じからすると軽く振った方がいいです。へえ。なんか当てようとしすぎちゃうと今みたいな感じになるので、ちょっと私のコツとして今やった感じだと普通に当てると思わない方がいいなって思いました。さすがワクチン。まだまだありますわ。まだありますいっぱいあるな。続いてウェッジシリーズ。ウェッジって基本的に女性の方も結構スチールとか使ってる人がいるんですけど、カーボンで非常に優しいウェッジを用意したので、はい、ぜひ生田さんに試していただきます。フルスイングでいいですか。はい、これウェッジというかアプローチなので、アプローチ、大体まあ70、80ヤードぐらい飛ばすような感じでフルスイングで大丈夫ですよ。ナイスショット。綺麗に当てますね。おお、80やった。ぴったり。すごい。ぴったりですよ。ぴったり。めっちゃ合ってますね。ありがたいですね。なんか私に合わせてクラブを作ってくれるという。もうエリコンのために作ったクラブですもんね。本当そう。よいしょ。おお、70。すごい綺麗。ぶれない。ブレないのいいですね。まだあるんですか。はい、まだあります。このサンドウェッジ。サンドウェッジ。これね、グリーン周りのアプローチとかバンカーから、優しく打てるそういうシャフトです。ちょっとラフみたいな状況をしていますね。ラフ、ね、ラフやりますよ。ラフ、お願いします。すごい。ラフか。おー、ナイスショット。うまい。うますぎ。私が前にクラブが合わせてきた。いいクラブ。バッチリ。バッチリ。クラブが合わせてきちゃうから。じゃあ今度30行きましょう。30。ちょっと。でもまあ33。手前の方がいいですね。
はい、OK。 おー、26。すごい。エリポに、ね、バッチリ合ったクラブですね、はいはい、今回のこのエリポ専、エリポ向けに作ったクラブが販売されるという特別、はい、数量限定販売します、はい、販売、うん、ものはドライバーとアプローチの2本セットと、うんうん、あとはこのエリポン仕様のパター、はい、これ全部今日打ってもらったものと全く同じエリポンの仕様のものを、ご用意して、はい、販売させていただきます。おー、はい、すごい、はい、ぜひ私と一緒のドライバークラブにしてベストスコア目指しましょう。ぜひゲットしてください。イエイ、エリポンありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。